戦乱の時代、斧が腕一つで世を渡る男がいた。信氏である。定年を迎えたしがない還暦男、霞武。自由を持て余す彼が見つけた小さな喜び、それは一人飯。定年して初めて視界が開けたような気がする。だが至福の時を邪魔する現実。何や、臭いこと言ってんだよ。宝がなんて無粋な男なんだ。そんな時彼は直感に従い自由に生きる男、ノブシとなる。説教はのう、シラフの時にするもんじゃ。つまらんこと言うとるとせっかくうまいもんもまずくなるぞ。孤独のグルメの原作者とスタッフが織りなす一人飯の美学。周りに何と思われようが気にせず、目指すべきはノブシのような男。うん、あなたの本能と食欲を刺激する極うまグルメドラマ、ネットフリックスで独占配信。うまい。ノブシのグルメ。こちらズワイガニとジャガイモのテリーヌ、カニミスバーニャカウダーのソース、北緯40度、大西ハーブ農園のサラダ添えでございます。なんだって。あー、やがったー。